どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ANA のね、トクタビマイルキャンペーン、路線発表されましたね。こちらをね、今回、紹介していくのと、ANA のね、新規就航で、2020年夏ダイヤから、東京イタリアのミナロ路線がね、新規就航ということで、発表されましたよね。こちらにね、ついて解説していきたいと思います。今回ね、今私はですね、石川県の、金沢駅付近にいてですね、ちょっと、急にね、発表がありましたんで、こんな感じでね、見えるかな、こんな感じ。実はね、こちらホテルのロビーで 私はいます。こちらでね、今ね、動画を撮ってるわけですけども、いやね、思いっきり喋れなくて大変です。 ではね、今回ね、解説していきたいと思います。で、今回なんですけども、ちょっとね、ここら辺にガツンと、対象路線ね、全部出していきたいなと思うんですけども、今回の路線は、前回がね、ちょっとね、衝撃的に良かったですよね。東京稚内、本来7500マイル区間がね、片道3000マイルでね、出たりとかありましたんで、まあ、今回はね、ちょっとどんどんね、年末に近づいてるっていうこともありますんで、まあ、ほぼほぼ、本来の必要マイル数から、半分でね、利用できるっていう路線と、残念ながらね、東京札幌、東京の成田空港から、札幌千歳空港ですね、なんですけども、ここはね、で、前々回ぐらいまでは、4500マイルとかでね、出たんですけども、今回は、5000マイルっていうふうになっておりますね。で、あとね、名古屋から沖縄とかもね、片道6000マイルで出ておりますので、まあ、ここら辺、まあ、相変わらずって言ったらあれなんですけども、北海道方面ね、もう結構多いですね。まあ、でも今回はまあ北海道だけでもなくてですね、結構いろんなところの路線が出ておりますね。まあ、このトクタビマイルキャンペーンをね、利用する、前日までね、発券することができますんで、空席さえあればね、利用できますんで、まあ、急に休みができてね、あ、ちょっとここフラッと行ってみようみたいな感じのね、利用の仕方もできますんでね、ぜひね、利用してみてはいかがでしょうか。で、これね、毎回言わせていただいてるんですけども、このトクタビマイルキャンペーンはインターネット上のキャンペーンなんで、予約から発券まで、全てね、インターネットで、発券まで完了する必要がありますんで、ANA のね、デスクとかに電話して発券してしまうと、残念ながらね、通常のマイル数が取られてしまいますんで、その点は注意してください。で、今回の、期間ですね、11月の、予約期間が11月の20日で、20日から11月の26で、搭乗期間が11月の21から11月の27日というふうになっております。で、ちょっとね、これ前回まで出てなかったと思うんですけども、このトクタビマイルキャンペーンは、12月のね、頭プラス12月の中旬もね、行われるということでいいですよね。まあ、年末年始に向かって、多分ね、ここで多分終わりなのかなと思うんですけども、12月の18日までね、このトクタビマイルキャンペーンはね、継続されて、どんどんね、毎週毎週路線出てくるので、こんなに長期にわたって、年末までね、やると思ってなかったんで、こちらもね、楽しみにしていきたいところですね。今回の、まあ、トクタビマイルキャンペーンは、まあ、こんなもんかなっていうところですかね。それではですね、本日はですね、もう一個、ANA のね、新規就航がね、発表されましたよね。羽田空港から、イタリア、ミラノ路線ですね、が2020年の夏ダイヤからね、運行スタートということで、まあ、こちらね、発表されました。いやー、すごいですね。で、今回ね、ミラノと、まあ、イタリアのミラノとストックホルム、スウェーデンですね、スウェーデンのストックホルムも新規就航が発表されましたので、いやー、ヨーロッパ路線すごいですね。ね、本気になってきてる気がしますね。で、ちょっとね、運行、この新規就航自体はね、発表されたんですけども、ちょっと情報がね、ほとんど出てないんですよね。で、就航する空港だけ、羽田空港から直行便でミラノ、
マルペンサ空港っていうのが発表されております。でそれ以外はね全然発表されてなくてですね、羽田発が何時とかね、ミラノ発が何時とか、まあ、あと帰りの便ですよね、ミラノ発何時とか、まあ、そう、羽田着何時みたいなのが、まだね一切発表されてませんので、まあ、今後ね、まあ、こちらも発表されていくと思いますので、楽しみにしていきたいなっていうところですよね。運行自体がね、毎日なのか週何便みたいな感じなのかも、まだ分かりませんので、そちらもね楽しみにしていきたいなっていう感じですね。イタリア、まあヨーロッパ路線なんで、まあかなりね長距離フライトということになりますんで、まあ個人的見解ですけども、おそらくねビジネスクラスはフルフラットシートがね導入されるのではないかなと思います。で、そのフルフラットシートのね、がどんな感じかっていうのはね、まあ、私のダイヤモンド修行とかね、見ていただければ概要欄にね URL 貼っておきますんで、まあ、そちら見ていただけたらなと思います。もしかしたらね、ザルームとかもね、今後導入されるかもしれないんでね、そちらもね楽しみにしていきたいなっていうところですかね。いやーすごいな、どん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 新規就航が増えていきますね。楽しみにしていきたいところですね。で今先ほど言った通りね、私は今石川県の金沢駅付近で ANA ホリデーイン金沢だったかなっていうホテルなんですけども、ここね今回と SFC 特典っていう ANA の、ね、スーパーフライヤーズ特典で、こちらね宿泊してるんですけども、まあ、今回3泊こちらにお世話になってるんですけども、1泊本当に1万円ぐらいで、まあ、宿泊することができて、まあ金沢駅の中心地、まあ、近江町とかね知ってる方多いかもしれないですけども、まあ、そちらはね隣にあったりですとかして、小松空港からもね、このホテルの前にね、バスがね到着するバスもね出てたりと、結構ねアクセスがいい場所になっておりまして、このね SFC 特典でこのホテルに宿泊するとですね、朝食が無料なんですよね、 ANA スーパーフライヤーズを持ってるとですね。でさらに家族カードってあるじゃないですか、まあ、私の妻もね家族カード発行して、まあ、2人ともスーパーフライヤーズ特典っていうのがね利用できるんですよね。っていうことなんで、夫婦で来た場合は、2人ともね朝食が無料になったりとか、あとねウェルカムドリンクがいただけたりとか、レートチェックアウトもね本来12時か11時だと思うんですけども、まあ、1、2時間ね延長して利用することができるんですよね。1時間ぐらいなんですけども、ちょっとね今回ねここを宿泊させていただいたんですけども、ちょっとね動画撮りたかったんですけども、ちょっとね家族の用事でバタバタしておりまして、ちょっと今回は動画撮れそうもないんですけども、ぜひねスーパーフライヤーズカードをね持っている方はこちらホテル利用してみてはいかがでしょうか。まあ、一番びっくりしたのはですね、朝食無料になるじゃないですか。その無料の朝食でやはりね石川県はね、海の幸が美味しいということで、お刺身なんかもね朝食で出てるんですよね。いやそれね本当にびっくりしました。でもまあ無料で今回朝食ねサービスさせていただいてるんですけども、まあ、それでもねお刺身がいただけるっていうことでね、しかもタイとかねマグロとかね結構種類があったりしてね、個人的にはかなり驚きでしたね。うん、でそれがねちょうどまあ現金でいうと2500円ぐらい一人するんですけども、まあそれがね2人で、まあ、5000円ぐらい、まあ、無料で、まあ、宿泊毎日ね利用できますんで、ぜひねスーパーフライヤーズ会員の方はね利用してみてはいかがでしょうかっていう感じですね。もうちょっと簡単なものかなと思ってたんですけども、すごいねいいサービスとなっておりますんで、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。それではね今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で私のツイッターでですね、普段のことから、ANA を貯める、ポイントサイトのこともねつぶやかしていただいたりしております。で私のこの動画のチャンネルではですね ANA のこと ANA マイルを貯める、ポイントサイトのね運用方法とかね、飛行機の搭乗レビュー、マリオットボンボイの宿泊レビューですね、あとお得度情報、クレジットカードあとね、私の大好きな街のニューヨークの紹介なんかもねしておりますので、ぜひ、チャンネル登録していただいて見ていただけるととても嬉しいです。ちょっとね今回はこんな感じで、動画を終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。
you.